この映画で西純一役を演じました兵頭克巳です。本日はご来場いただきありがとうございます。この映画が僕にとって初主演の映画となります。役者のうちに初主演の映画というのはこれが多分人生で最後なので、その初日に、この満席ということで皆さんのおかげで本当に感謝しています。今日は一日よろしくお願いします。僕の中ではこう、似てる部分もすごいあるんですけど、僕はそう監督とかにこのセリフ言えないですとかそういうことは言わないかなってって思ってたんですけど、これ監督言っていいですかそんな悪いことじゃないんですけど、僕がこう監督にお世話になりましたと、ありがとうございましたっていう、こう連絡を監督としてたんですね。これから僕がステップアップしていくためにこうアドバイスをくれた中の一言で、もっとその素直に人の意見を聞いた方がいいみたいなニュアンスのことを言っていただいたんですね。あ、これって俺西だったんだなみたいなそこでなんか自分もセリフを言えないまでは言わないけど、そういう感覚というかそういう似た部分はあったんだなって終わって気づきました。はい、はい関係は良好ということで。関係良好ですよ。アドバイスをもらったってことですか。失礼しました。撮影以外でも西だったということです。いろいろな、監督にこことこうじゃないですかとか、こうした方が良くないですかみたいに、で、監督ももちろんそれに答えるように、いやここはこうだからとか、はい、確かにそれもいいねって時もありますし、そういう話し合いをよくしてたので、そこが西っぽかったのかな。西くん、いや勝くんはなんかずっともう多分その撮影中ずっと泣いてる時が多かったから、もう涙腺がもう崩壊している状態でもすぐ泣いちゃうみたいな。けどこの映画を見たらやっぱり監督さすがだなと思ったのが、ちゃんと泣く前で切ってたりしててそう感情が溢れ出す前で次に行ってたりしてて、マジ監督ありがとうございますと思いながら、まあけどね、デートシーンとかもすごい、すごい本当にずっと思いしんではなく楽しいね。多分ね、こう点描ではないけどパッパッパって切り替わっていく感じがすごい僕は好きで、あれは台本に書いてあったの監督が好きな映画なんですかね。デートシーンの。そうです。自分の好きな映画を、そうですよね。なんていうかちょっとオマージュ的な。マージュ的な。で台本にはその映画の名前が具体的に書いてあって。でそれをこう僕らがデートの中で見ているのを再現しようっていうデートをしてるっていうデートシーンなんですね。なんかボーリングの球をこう持ってたり、照明写真機で2人で撮ったりとか、僕かぐやさんのあれ好きなんですよね。フォークとナイフ。ああ、なんか美味しい。懐かしい。そうそう。だからね、この差がやっぱり、ね、いいなと思ってますし、印象に残ってるシーン。そうですね。